非常に変な夢だったんで久しぶりに夢の記録するんですけど新幹線乗ってたんですね。でもその新幹線がなんかやっぱりえっ、ー、と普段と様子が違ってて振り返るとその時は変だと思わなかったんですけどまず椅子がなんか家具みたいな椅子があったりするんですよ。で僕のとにあの国会議員が座ってたりしてえその国会議員にバレなきゃいいなと思って座ってるんですけどでまあそれで知り合いなんかも なんんか座っ,乗って乗たりするんですよねで国会議員と喋ってでそのなんか混んでたらしくて変なあのいつの間にかその国会議員の椅子がパイプ椅子みたいにしってんですよ。でうわ昨日のとこですねこっちの方席空いてますよっつったらいやでも国会議員があの自分の指定されてる席じゃないとこに座ってると。 いいろいろ問題になるからっつって「ですよね」って言ってそれであのー、まあであのー、なんか僕立って、あのー、車両を移っていったらですねなんとすごいいい感じの、あのー、食堂車があってその食堂車ってのはのがなんか普通の町場のレストランみたいな感じなんですよね、あのー、ちゃんとアイフトフォーク置いてあってそういうテーブル席があってカウント席もあって。 そだから2段2なんか2段の2階建ての新幹線って昔あったじゃないですかあんな感じであのレストランは片側はあの普通のレストランでもう片側は上に上がっていく階段と下に上がっていく階段があってでそこになんかカウンターがあってそこでアイフとかフォークとか用意されてるの見えるんですけどでもなんかお客さん誰もいなくて店員さんが暇そうにしてて。 でもこれすごく本格的なあのレストランだなぁと思ってでうーんいやす最近こういう食通車復活したんだと思うんですよねでもそのうちなんかいやこれでも本格的すいうだろうと思ったらいつの間にか僕はどうも新幹線から出ちゃ降りちゃって、えー、いるというらしいということに気づくんですよねで、あのー なんかあそこ降りちゃったんだと思ってでもあ困ったなと思ってあの席になんかいろいろ荷物とか置きっぱなしだからなって困ったなとじゃあすぐにあのなていうかチケット買ってまた次の新幹線で追いかけなくちゃと思うんですよねいつまえがとにかく出ちゃってるからでもその降りた駅がなんか町並みがすごいもうたとこでなんかちょっと向ながらの昭和の町並みみたいなとこで。 えー、なんか新幹線の駅がないんですよ <laughs>、うん、探してるのがなくて困ったなと思ってでどうしようと思って探しても探してもなくってで困ったなと思ってそれでグーグルマップでじゃあ探してみようと思って探すんですけどなんかないんですよね。この時ガッとと気づくんんです、ね、そうだあの現在位置見たらいいじゃんと思って 現在地見るんですよね自分のそしたらあの僕まだ新幹線乗ってるんですよね <laughs> あの自分の現在地を示す点が東海道新幹線の上の方ですごいスピードで東京に向かって走ってるんですよ。あら新幹線も乗ってたんだと思ってでもなんでこれ今街歩いてんだろうと思ってどうしたらあの新幹線乗ってる自分に戻れるんだろうと思うんですよね。 でも、ね、あのー、街歩いててでちょっと夢の中でそのちょっと明晰夢みたいになっていや俺街歩いてるよなと思ってやっぱりその身体性っていうかその、えー、通りを踏みしめてる感じとか全部なんかリアルで「あやっぱ俺街歩いてるわ」っつってじゃあここで眠ったらあのー、なんか新幹線乗ってる自分に戻れるのかなとか思ってでもどうしたらね今の意識状態を。 その新幹線乗ってる自分の方に移せるんだろうって,って困ったなと思ってであれたらやっと新幹あの駅みたいなのも見つかってきてまあとりあえずじゃあ新幹線乗ってる自分はそのままでそれを追いかけることにしようってそうすそと切符とか自分の意識とか二つに分かれちゃってるけどいいのかなみたいな思いながらそしたらなんかでもそれが在来線の駅なんですよね新幹線の駅じゃなくてえこれどこなんだと思ったら「シ島」って書いてあって「シ島?」 なんかでもこいいとこだなってまた来てみようとか思ってマキシマに今いるんだってんだマでシマってどこなのか分かんないんですけどであのー、まあとりあえず切符買おうと思って駅に歩いて行ったら、あのー、いつの間にか寝ちゃうんですよ夢の中で寝ちゃう <laughs> そこで夢が途切れてで一旦本当に寝てその夢の記憶が残ってるままでハッと本当に今度目が覚めて。 俺新幹線にも乗ってないし新幹線降りちゃって普通の、ね、昭和の駅の近くも歩いてないしあ,あよかった意識が統合されて俺はここにちゃんといるわって思ったところが冷め,めて今ものすごく久しぶりにあんまりにも変態な夢だったんで、えー、こういう記録をしてるとこですなんでそんな夢を見たのかというと今日8月15日でなんか山陽新幹線が終日運転停止するっていう。 あのそういうね、えー、なんかニュースが流行ったの関係あるのかなと国会議員さんがなんでねパイプ子座ってたんだろうっていうのはきっとあれですかねあのー、なんかその議員さんがその研修旅行とかで、あのーね、いろいろ問題を起こしたとかそういうこともあるのかなあとなんで僕は街を歩いてたんだろうと思ったんですけどその直前にですね眠る。 前の場に寝る分直前にあの資料の本を読んでてそこにホームレスの方が出てきてホームレスの方が街を歩いてるってひたすら歩いてるっていうえそこを読んでたんでそれが関係してんのかなとは思うんですがあとは何でか分かんないですねまとにかくあのその食堂車がすごくリアルだったなあこういう食堂車またつけるようになったんだって本当良よかったなって思ったのとそれからあの何でしょうかね えー、自分が新幹線降りちゃっていつの間にか街歩いてるんで困ったなと思って追いかけなくちゃだと思うんだけどでも iPhone の見たらそのすごいスピードで東京に向かって移動しててそ,うそ,うそ,うその時にひょっとしたら俺俺は降りちゃってるんだけど携帯だけ iPhone だけあの新幹線動く新幹線の中に残ってるんだったら面倒だなや大変だなって思ったんだよね。<laughs> <laughs> でもなんだそしたらなんで俺その動く新幹線の上に乗ってる iPhone を俺が今見れるんだろうっていうの夢の中では不思議に思わないんだけど今はもうおとなしいに思うね。いずれ生はどうやったらその街歩いてる自分があのまた新幹線の乗ってる自分に移れるんだろうってひょっとしたらこの通りで一回寝なくちゃいけないのかなって一生懸命真面目に考えてるとかすごいう不思議な夢でございました。